キャンプに行くときはできるだけ少ない荷物で行きたいですよね。私の理想はバックパック一つ、その中に無駄のない使えるキャンプギアを詰め込んで、人のいない場所でソロキャンプ。今回はその理想を叶える強い味方になってくれるキャンプギアを購入したので、レビューしていきたいと思います。こんにちは、リノです。ベルモントのチタン製焚き火台タビを買いました。初めての火入れをしてステーキを焼いて食べたいと思います。焚き火台といえば、芸人のひろしさんも使っているピコグリルが軽くて安定して人気ですが、私はピコグリルではなくタビを買いました。使いながらその理由もご説明しようと思います。タビ、この黒い薄いケースに入っているもので全てです。薄くて軽い、重さは約 423g。 ひどこと足の本体だけならなんと 298g です。ピコグリルは 448g なので、ピコグリルよりも軽いんですよ。チタンのこの薄い板で軽さを実現していますが、薄くエッジが鋭いので組み立て時に手を切ってしまわないように注意が必要です。ピコグリルと大きく構造が違うのは足の部分。タビは3本足の構造、これで安定感と耐荷重が強化されています。側板と焼き網は焚き火のスタイルに合わせて、使っても使わなくてもいいので、よりコンパクトにしたい方は火床と足の本体だけでいいかもしれませんね。火床の耐荷重は15キロ、網もずれないような設計になっていて安心の構造です。私がピコグリルではなくタビを買った理由の一つはこれ。火床、焼き網の安定感がしっかりしているという点でした。では火をつけていきましょう。実は火をつけるのがとても楽しみ。なぜかというと、この焚き火台はチタン製。チタンは火を入れるとチタンブルーといわれる美しい色に変わります。私がピコグリルではなくタビを買ったもう一つの理由がこれ。このチタンブルーが楽しみだったから。ピコグリルはステンレス製なのでチタンブルーが見れません。焚き火をしたら私だけのオリジナルの色に変わる。それが楽しみでタビを買いました。今日のキャンプは焚き火の置き火で料理もしますが、目的は火入れをして美しいチタンブルーを見ること。動画の最後でチタンブルーお見せしますね。風の強い日、拾ってきた木の枝たちもどんどん勢いよく燃えてくれます。まずはたくさん枝を燃やして焚き火を楽しんでいきたいと思います。これはちょっと大きすぎましたかね。でもこういうサイズの薪を置いてもさすがの安定感です。焚き火の火が置き火になるまで待つ間に今日の料理の準備です。焚き火で焼きたいもの、やっぱりステーキ。私のステーキに欠かせないニンニクを
オピネルのナイフで薄くスライスします。椎茸は石突きを取って軸と傘に分けます。これは冬限定のチヂミほうれん草。霜に何度も当たって葉が縮み、甘みが濃い大好きな冬の野菜です。大きな太い木もあっという間に燃えてしまいます。そして火床の側面がもうチタンブルーに変わり始めていますね。焚き火が終わった後、どんな色に変わっているのかとても楽しみです。おき火になってきたので、そろそろ料理を始めましょう。焼き網を乗せます。焼き網もくぼみがついていて、ずれないように工夫がされています。足袋を作ったのは新潟の燕三条にあるベルモント社。日本のものづくりの丁寧さを感じます。南部鉄器のスキレットにおいしいオリーブオイルとスライスしたニンニクを入れます。ニンニクのいい香り、たまらないです。小さな赤いルクルーゼのお鍋で温野菜を、スキレットでお肉を焼きます。ジューッと焼けるおいしい音。足袋は火とごとくの距離が近いので、少ない火力で料理や湯沸かしができます。炭火料理もできます。一方ピコグリルは火とごとくの距離が少し遠いので、火力を出すのに薪をたくさん燃やす必要があります。私は焚き火をするなら料理もしたいので、この点も私が足袋を買った理由です。ステーキ焼けました。チヂミほうれん草も鮮やかな緑色、めちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。やっぱりキャンプご飯は最高に美味しいです。今日は焚き火台の火入れを兼ねているので、お湯も沸かしてゆっくりコーヒーでも楽しみたいと思います。薪に息を吹きかけていると、たくさんあった木の枝がすべて真っ白な灰になって風に乗って消えていく。
焚き火って暖かいけれど少し寂しい気持ちになりますよね。焚き火の火をじっと見つめていると普段の生活もいろいろな角度から振り返れるような気がします。今日のコーヒーも山とタンポポさんのキャンプブレンドコーヒー。寒い日に焚き火で温まりながら外で飲むコーヒー、とても贅沢な時間です。緊急事態宣言が発令されて人に会うこともできなくなってしまいましたが、美味しいコーヒーや料理は自分時間やおうち時間を豊かにしてくれます。今の時代だからできるインプットや工夫をして有意義に過ごしていきましょうね。ゆっくりと焚き火をして、たくさん用意していた木の枝も燃やし尽くしました。この小さなかけらたちもすぐに白い灰になって、風に吹かれて消えてしまいます。焚き火が終わりました。私の新しい焚き火台タビ。綺麗なチタンブルーから鮮やかな虹色になってくれました。焚き火をするたびに表情を変えてくれると思うので、これから使っていくのがとても楽しみです。最後まで見ていただいてありがとうございます。グッドボタンやコメントをいただけますと嬉しいです。